世紀末アルバムビッグタイムチェンジス。ラウドネスが海外進出を果たし活気づくかに思えた日本ヘビーメタル界であったが、80年代中盤というエンタメメディアはまだテレビとラジオしかなかった時代に、超ニッチなマーケットであるヘビーメタルバンドなるものがスターダムに上り詰めることはなく、ヒットチャートの大半はアイドルや歌手によって占拠され続けていた。世紀末はそんな1985年にデビューを果たした。地獄からやってきた悪魔が悪魔教を布教し地上を征服するためのバンドである。全員人間ではなく悪魔なのである。まあこの辺の話はあまり触れずにいくとするが、当時の音楽トレンドからしてもヘビーメタルなんてものはほとんどギャグでしかなく、ましてや全員白塗りの悪魔である。ボーカルのデーモン閣下はテレビ番組夕焼けにゃんにゃんのレギュラーでおにゃんこを泣かせ、毎週月曜日のオールナイトニッポンのパーソナリティで夜霧の横綱審議会として相撲の話を繰り返し、おおよそそれまでの日本ヘビーメタルバンドのイメージとはかけ離れた活動を行うのであった。こうした彼らのデビューアルバムは雑誌バーンのアルバムレビューにおいて創刊以来初となる0点をつけられ、この時期世紀末は単なるコミックバンドとして世間から認知されていくのであった。しかしそんな彼らのイメージを大きく逆転させたのがこの4枚目のアルバムビッグタイムチェンジスである。リードトラック1999シークレットオブジェクトでギターのサージェントルーク高村3世が見せたミュートされたルートの刻みと効果的な5度と3度のコードワークで聴く者の高揚感をズバズバと刺激するギターリフは、ハードロックヘビーメタルのそれにおいて最高峰の完成度を見せており、分散和音と正確無比な早弾きとタッピングに彩られたギターソロとともに、ハードロックギターの必要事項を全て兼ね備えた同曲はまさに原点にして頂点といっても過言ではないクオリティで、全てのイメージを覆し、実際世紀末はうめえよと全てのハードロッカーに言わせしめることに成功したのだった。10万57歳の悪魔、300年後の未来から来たサイボーグ。どことなくシンパシーを感じてしまうのは気のせいだな。うん、ロックンロールインスティチュートボーナストラック、アイアンバニーの琴乃です。今回私が紹介するロックの名盤はこちら、世紀末のアルバムビッグタイムチェンジスなんですけど、世紀末はもちろん前から知ってたんですけど、曲は聞いたことがなくて、でも聞いてみたら本当にもうかっこいい音楽がいっぱいあって、そのテレビで見てたデーモン閣下の見た目っていう印象から、もう本当にかっこいい音楽を作る人たちっていう風に印象が大きく変わったし、このアルバムっていうよりかはもう世紀末が作る音楽が好きだと思いました。でこのビッグタイムチェンジスがかっこよかったんで、他のアルバムも今ちょっとずつ聴いていってるんですけど、今このアルバム以外で好きなアルバムは The End of the Century っていうアルバムで、このアルバムはこう曲の前にデーモン閣下がその曲のことを少し話したりとかしていて、より音楽をその曲一曲一曲を楽しめる気がして、いいなと思ったので、このアルバムは好きだなと思いました。でこのアルバムの中だと私が好きな曲は1999 Secret Object なんですけど、もう始まりのギターからかっこいいじゃないですか。サビも一回聴いただけですぐもう頭に残るぐらいすごいキャッチーで、もう私はこのアルバムを聴いててもこの曲が来たらすごいテンションが上がるぐらい、すごいこの曲は私は好きだなと思いました。でお母さんに不思議な第三惑星っていう曲を教えてもらったんですけど、この曲は歌詞が全部英語なんですよ。なのに日本語に聞こえるっていう、その面白い要素もある曲で、なんかそういう要素もあるところにも惹かれるなと思いました。ということで今回の格言はこちら、83回目にしてたどり着ける存在です。やっぱりこの今回でラジオは83回目だったんですけど、それまでいろんな、ロックのバンドを学んできて、いろんなロックの曲を学んだから、この世紀末もよりかっこいいなと思えたなと思ったので、この格言にしました。ということで今週は世紀末のアルバムビッグタイムチェンジスを紹介しました。
本編を聞き逃した方はぜひラジコのタイムフリー機能で聞いてみてください。以上、アイアンバニーのことのでした。次回も全ツッパでロックンロールだ。